いくら頑張ったってどうしようもないことはあるだろう。確かにインターハイは遠いかもしんないけど、それでも前に進むしかないじゃん。やるのに理由がないとダメですかね。あいつと一緒だったら前よりもバスケが面白くなんじゃねえかってな。戦わない奴らが戦ってる奴らを笑うなよ。わしのバスケはのボールとゴールだけあればええんじゃ。勝手に期待されても困るんだよ。僕はただ普通にバスケがしたかったんだ。たとえ世界中の人が笑っても私は笑わない。あのチームきっと強くなるよ。僕はこのクズ校であの人たちと一緒にインターハイに行く。ここで逃げたら本当の負けになっちゃう。ちっちゃくったってできることたくさんあると思うよ。アヒルの羽、飛べない鳥か。このまま諦めるわけにはいかんのじゃ。諦めねえぞ。僕は勝ちたい。わしにチャンスをくれ。行かなきゃ。もう一度あそこに。きっとまだやれることがあるはずなんだ。ここでこれから